平等寺。平等寺は、奈良県桜井市三林にある、総当宗の寺院。三輪別所とも言う。本尊は十一面観音である。かつては、大宮寺、清願い寺と共に、三輪明神、現、大宮神社の神宮寺であった。伝承によれば、聖徳大使の会期、喜び縁の中高とされている。大宮長寺は、 平等寺以前の大宮寺編上院の存在から空海海季節の存在も述べている。平等寺が前述史料に明確に現れてくるのは鎌倉時代以降であり、初見は巫勿如来観王章僧の1236年、嘉庭二年である。道書によれば、喜び縁によって、三和神社の傍らに、新言勘定の道場が建立され、その道場が三和別所であった。 この当時、平等寺が存在して、三輪別所と呼称されており、その後比較的早い時期に、平等寺という事号でばれることとなったことは確実であり、これが現在資料で明確に確認できる最古の例である。鎌倉末期から明治の廃仏記釈までは、三輪明神の別当寺の地位に立っていた。一方で、大乗院寺社雑時期には、幸福寺が、 平等寺にご要請を課していることが見られ、大和国の他の辞任同様、幸福寺の末寺でもあった。また、同時に、主言道を伝えていたことから、第五寺との関係も保持していた。そのため、内部に、学習、幸福寺大乗院と、禅宗、第五寺美保院という、二つの僧侶集団が作られ、両者が共存する関係にあった。室町中期には、 禅州と学州が激しく争ったことも、大乗院寺社雑事期には描かれている。江戸時代には、幸福寺の支配を離れ、新言宗の寺院となりつつも、修験道も伝えていた。平等寺は、内具といって、皇室の祈願をするお寺でもあり、主院地の国高は八十国。また、仮覧配置は、室町時代の絵図により知られる。それによると、三輪明の南方に、 喜び炎上人海山道のほか、行者道、見かけ道、本道、一切、京道など、東西500メートル南北330メートルの、境内地に本道をはじめとする七道画覧のほか12、帽者が存在したことが伺われる。旧本道跡地は、現在地の300メートル東にあり、山林の一番地である。1600年、慶長5年9月15日のヶ原の戦いで、 島津軍は、徳川の軍勢の真っただ中を切り抜けて逃げ、軍勢はわずか80名になった。名張から一軍は、京都に、一軍は、大阪に、一軍は、吉野に逃げ、島津義弘以下、第一家老の川上四郎兵衛はじめ本部隊の13名が、平等時に落ち延びた。吉弘主従は11月28日までの70日間、登留し、 住職から帰りの船を買うお金、銀一貫目、約四キロを借り、薩摩に帰還した。1600年、慶長五年十一月二十八日付の、釈用証には、洋立の銀スは、一貫目、釈用の藩人として、長谷場織部優、川上九右衛門、町田玄六、伊住院渡る氷座衛門、本田門戸、優、三原七右衛門、白浜三四郎、川上女七、 川上四郎兵衛、木入摂津上、旅案、新色新八郎など重心十四名の名を連ねている。それから、後の島付は平等寺を大事にし、江戸時代の中頃には三軒四面屋根門付の五窓を一期心で混流し、幕末までの三百年間、毎年鹿児島米四十国、五十三秒と、五鬼頭料銀五枚を奉納した。当時の平等寺は、 なんと大乗院の末寺であるが、大峰根行の寺院でもあって、高野山金剛峰寺と同格であった。第五の御保院などの大峰入りに関して、たびたび大戦脱薬を禁止した。それで、後年江戸幕府の大峰三景の第三を奉仕して、その御霊を献上するために1814年、文化11年江戸に下っている。その道中記事、御霊献上記は現存している。 薩摩の島津家の大峰入りに関しても、例外ではなく、恒例の行事として奉仕していた。1868年、明治元年、神仏分離の大乗館布告が出される。これにより、1870年、明治三年には、平等寺は、大宮寺、清新外寺と共に、三和神社の神官が管理するに至り、同社は破壊され、廃止となる。年、 昭和三十四年の大宮長子には、現在は、その仮覧は存在せず、わずかに達中の石垣のみが遺跡として存在すると、共に、主たる仏像は、水晶寺に移されているような元凶であると記されたが、実際には、廃仏希釈の直後、小西家より、原型第一の寄進を受け、廃仏希釈前の平等寺住職、各新和尚と、町内有志十八名が、 百中の部を境内に移し、本尊十一面関世音菩薩、三輪不動尊、喜び炎上人造、仏足石等を守り、総統宗吉田寺住職、両天王将が推奨案の事後を移し総統宗に改修し報道を誤辞した。1977年、昭和52年、総統宗の寺院、三輪山平等寺として再興した。 マルコ・タカシ法の16年間の宅発によって、現在は、ガランも復元されている。1987年、昭和62年7月29日、1600年、慶長5年から387年経って、鹿児島から川上城郎兵衛一行が、平等寺を参拝し、本堂にて、島津義弘並びに、藩士の追悼供養法要が合従され、その折、 島津義弘自作の薩摩美は、昭和つもりが、奉納断層された。1987年11月4日、島津市、第32代当主、島津信久の正体により平等寺住職、マルコ隆志法が、副昭寺後の島津義弘並びに、歴代藩主の墓前に拝した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。